こんにちは。子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。はい、道は必ずある、諦めず切り開こう、フロンティア精神をしっかり持って切り開いていきましょう。アメリカは土地を開拓した人が作っていった国、ほとんど侵略的でしたが開拓者が切り開いた土地、ネイティブアメリカンたちをも追い出して作った国、スペインやその他フランス、そういった国々から領土を勝ち取って大きくなっていった国、西へ西へ伸びていった国、力で切り開いていきました。我々も武器を持って立ち向かおうではありませんか。はい、今日の2本目の動画なんですけども、はい、朝日新聞5月21日の朝刊の記事。はい、黒川検事長が麻雀緊急事態中記者だと。で、下の方にですね、ここにね、本社社員も参加お詫びします。お詫びも入ってますね。ええ、渦中の黒川検事長が麻雀賭博、こんな記事が出てましたね。これは週刊文春がすっぱ抜いたようですね。文春法炸裂、ここに文春の記事がありましたね。はい、ここに書いてありますね、5月1日産経記者の自宅で3密6時間半、黒川博文検事長は接待かけ麻雀常習犯、現場スクープ殺。午後7時半産経記者新聞記者のマンションに入っていく黒川氏、その直前記者は ATM へ。深夜2時、黒川氏は記者が用意したハイヤーに乗り込むと帰宅の途に就いた。13日にも同じ行動は繰り返された。安倍首相が検事総長にご利用しする黒川氏の裏の顔、元運転手は証言する。今日は10万円やられちゃいましたとぼやいていた。黒川さんはまだ同じことを続けていたんですか。すっぱ抜かれました。はい、この賭博罪と賭け麻雀、この問題ですね、結構グレーですよね。例えば1000点100円などのレートで雀荘でも当たり前のように賭け麻雀やってるんですね、街中の雀荘で普通にフリーと書いてあるところ、だいたい一人でお一人様でも行っても、この1000点100円ぐらいのレートでだいたい賭け麻雀ができると、そういったのが当たり前になっています。この辺だと取り締まられることはほぼないようです。これより高いレートでやると麻雀賭博ということでガサ入れが入るようです。すごく高いレートでやると。昔の、ありましたね。野球選手が高額レートで賭け麻雀。ありましたね。その他、賭けゴルフ、賭け花札、このあたりも何かあると普通にやってたりしますね。ゴルフコンペでお金をかけている、誰が優勝するかかける、そういったことが昔は当たり前のように行われていました。最近ではこの辺も賭博罪に当たるのでやめましょうという流れになっているようです。賭け麻雀に関してはまだ一切お金をかけてはいけませんというアナウンスまでは出ていないようです。そうすると街中の雀荘が経営苦しくなるということだと思いますが、今のコロナでほとんど雀荘営業できていません。果たしてどうなるのか。1000点100円程度も許されないような状況になるんでしょうか。はい、こういった日本はこの賭博罪がグレーになっているというところが問題ですよね。1000点100円だろうが何だろうが賭博罪には該当するんだから起訴するということであれば、この今回の黒川検事長は起訴されなければいけませんということになるんですけども、果たしてどうなのか。今日10万円負けましたっていうんですから、これ以上のレートでやってたんじゃないでしょうかね。10万円ですよ、1日で。半茶何回やるんですかね、6時間とか。10万円負けるとなると相当な金額かけてますよね。
であれば賭博罪成立するんじゃないでしょうかね。はい、そういった意味でもこの刑法の賭博罪しっかり、皆さん知ってるとは思うんですけども、賭けはやめましょうということですね。今のご時世、賭博はやめましょう。パチンコはよくわかりません。あれはなぜ賭博に当たらないんでしょうか。公営ギャンブルは国が認めたもの、宝くじも国が認めたもの、まあ、そうであれば多少の金額をかけていても問題がないと思いますが、こういった法律上規定がないもの、パチンコも含めて法律上規定がないもの、それがどうして賭博罪に当たらないのかというところはグレーですね。そのグレーな部分は本来法律を改正してしっかり明記すべきだと思うんですね。判例で判断してるんですね、この賭博罪の該当するかしないか。裁判があったね。はい、そういったところで判断してるんですけども、本来は明確に少額で遊ぶのであれば問題がないという書き方をするのか、あるいは少額であろうと罪には当たるんだという書き方をするのか、この法律というのはもともと曖昧な解釈ができるようになって判例で判断できるようになってるんですけども、判例で判断するよりも明記しといた方がいいですよね。麻雀だの、賭けゴルフだの、賭け花札だの、どこまでが良くてどこまでがダメなのか、ダメなものはダメ、しっかり法律で決めるべきだと思うんです。グレーなところを放置するからおかしくなるんですね。なんとなく雀荘とかでやっているんであれば、こういった接待麻雀があってもいいんじゃないかという人もいるかもしれません。ただこの検事長がマスコミの方たちと接待をする、これってどうなんでしょうかね。本当に困った事態だと思います。はい、これ大きなニュースなのでちょっと取り上げてみました。はい、子どものことについては今回触れてないですけども、子どもにとってもこういった検事がまともに仕事をしないというのは国の将来に関わることです。国に関わることは取り上げていただきたいと思ってます。以上です。親子断絶をぶっ壊す。